あれ？何か違うみたいだな。どうかしましたか、キリトさん。なあ、アスナと一緒にここへ来た時と違いがあるんだ。多分だけど文面が違うな。どれです？刻印に認められしものよ、炎熱、崩壊、ほにゃらら、三つの刻印を使い先へ進め。これってどういうことです？ほにゃららのところはすり減っててよく読めませんね。なあ、四つの刻印のうち三つを使って先へ進むんだが、このうちの一つが何なのか、文字が読めないってことなんだ。それはつまり推理しろと。なあ、つまり炎熱と崩壊は確実に使うだろう。残る歪曲と回転、どちらかがそのすり減ったやつだと思う。これはかなり難易度が高いですね。ああ、答えを間違えた場合は行き止まりになってるはずだ。また同じ道を引き返さないとならない。それじゃあミスしても何か特別に危険ってわけじゃないんですね。魔獣との戦いはあるでしょうけど。ああ、俺とシリカの二人だったら波の魔獣くらいどうってことないさ。わかりました。ではなるべく慎重に推理して無駄のないように進みましょう。そうか、こういう時シリカがいてくれて助かるよ。早速だが、扉が4つだ。それぞれに刻印が刻まれてて、どれを使うかを選ぶんだ。わかりました。最初に書かれた文面では炎熱、崩壊、それとほにゃらら、いわゆるワイルドカードですね。ああ、その通りだ。私思うんですが、いきなりワイルドカードはないと思うんです。最初は炎熱か崩壊のどちらかじゃないかなって。なるほどな。あ、いえいえ、絶対ってわけじゃないですよ。それにまだ二択なので絞りきれてませんし。それもそうか、炎熱か崩壊のどちらかね。私はあえて選ぶとしたら崩壊でしょうか。え、どうしてなんだ。こういうのって最初が肝心ですから。第一問は真ん中かなって。まあその程度のことなんですけどね。あくま
ので参考程度にしてください。キリトさんの選んだ扉に私ついていきますから。わかった。じゃあシリカの意見を参考に最初の扉を選ぶことにするよ。